日本東京都中央区日本橋かき殻町。日本橋かき殻町は、東京都中央区の町名。現行行政地名は、日本橋かき殻町1丁目及び日本橋かき殻町2丁目。郵便番号103-0014。東京都中央区のうち、旧日本橋区にあたる日本橋地域に属する。北で、日本橋人形町。東で、日本橋浜城。 南で日本橋箱崎町、西で日本橋小網町と接する。おおむね日本橋地域の地理的中間地にあり、支所に相当する中央区役所日本橋区民センターが置かれている。江戸時代からの商業地で、醤油、瀬戸物問屋が多く残り、関連企業の本社や会館も所在する。日本橋九州町に所在する九州警察署と、 日本橋かぶ町に所在する日本橋消防署の管轄。中央区が定める正式な英語ローマ字表記は日本橋柿き殻町である。柿き殻町との地名は江戸期から存在した。当時の柿き殻町の町域は現在の日本橋柿き殻町の町域に加えて現在の日本橋人形町の一部を含むものであった。日本橋区が設置された1878年においては 柿柄町一丁目から三丁目までの町目が設けられていた。柿柄町は旧日本橋区の区役所所在地であり、現在も同地は日本橋区民センター、区役所日本橋特別出張所となっており、区役所業務の一部を行っている。1947年の日本橋区と京橋区の統合による中央区の設立に際し、日本橋が干渉とされ、 日本橋柿柄町が行政区画の名称となった。柿柄町は1876年に米国取引所が置かれ、大阪の道島とともに米相場の中心となって発展した。米国取引所は1939年全国の米国取引所とともに廃止された。その後、米国取引所の跡地には商品先物取引を取り扱う。 東京国物商品取引所が設けられ、取引所仲買人、商品先物取引業者のオフィスが周辺に多く存在した。近在の鎧橋を挟んで、証券取引の町である株都町と対比される形で、商品先物取引の中心たる町の色彩が強かった。明治時代から、新大橋通りと人形町通りには、路面電車が走っていた。 高点となる水天宮前の電停は、1904年5月15日に設置された。戦時中の1944年5月5日には、水天宮前から現在の東京シティエアターミナル付近にあった、土州橋電停までの区間が不要不急の路線として廃止された。1971年3月18日、都電の水天宮前電停及び、 柿キ柄町電停が廃止となり、付近から路面電車の路線が姿を消した。1971年3月21日には、江戸橋ジャンクションから向こう島で入り口、京葉道路方面が延伸開通し、町域の南端部、元の箱崎川の上空に、高架にて、首都高速道路が開通した。1976年1月1日に、 日本橋柿柄町を含む地域の住居表示が実施され、現在の日本橋柿柄町の町域となった。これにより、旧日本橋柿柄町一丁目及び旧日本橋柿柄町二丁目が、現日本橋柿柄町一丁目に、旧日本橋柿柄町三丁目及び旧日本橋柿柄町四丁目が、現日本橋柿柄町二丁目に統合されたが、 その際、旧日本橋柿柄町2丁目の一部は日本橋人形町1丁目に旧日本橋柿柄町4丁目の一部は日本橋人形町2丁目に編入された。1989年6月1日にロイヤルパークホテルが開業。1990年11月28日に東京メトロ半蔵門線の水天宮前駅が開業した。 三越前駅から東駅までの延伸で、東駅が終着駅となった3月19日の東駅から押上駅の区間の延伸により、途中駅に。2011年に東京穀物商品取引所が取引を停止した、あとは住宅の都心回帰の動きにより、オフィスビルがマンションに姿を変えるなど、街のカラーはやや変わりつつある。 2020年4月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。各年4月1日現在の柿キ柄町長域の世帯数と人口の推移は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。